フィリピン人、移住された方々ご質問ですね、クラークに住む場合、移住先としてクラークに住む場合どうでしょうかというような、ご相談ですね、アンヘレス、まあ、あのマニラの上の方ですね、地図でいうと、アンヘレスの場合どうでしょうかと、あと長期滞在ならおすすめはどこでしょうか、ロングステイですよね、の場合はということなんですけども、その方が何を望むかによりますよね。利便性とかだったらもうあの徒歩圏内でも住んでしまうようなあのマカティとかですね、あのボニファシオグローバルシティとかですね、そういう、まあ、利便性を考えると便利、まあ、そういう場所に、コンドミニアムがあったらそこをロングステイにすればいいと思うんですよね。なので、まあ、逆にあの夜遊びとかだったらさっき言ったようなアンヘレスとかクラーク、夜遊び、まあ、ただ値段も結構上がってきてますよね。バーファインで7、8000円ペソとかになっているので、まあ、日本で2万円で言うと2万円ぐらいですかね、まあ、そういうのもあるので、まあ、場所と目的によって決めるというのがいいと思います。分からなければご